はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ブルーアーカイブ5人、来航かな、これストーリーの後編になるのかなを、やりたいと思います。行きましょう。若返り、そうだ、若返ってんだよな。若返りか、戻ってほしくないけどな。何これ。ここは今なんて言った？逃げるな。点灯？誰にあるんだ？誰がいいんだろう？じゃあ。攻撃部？かぐや。かぐや捕まってるんだ。
うん。第三者は一人多いし。うん。進化。確かに。野心家崩されるよね、絶対。あれ？そうなんだ。あんまりパッと してないみたいな。あ、混乱してる。そう。拒否権ってそうなの？まあ、欲がない。どうする？そうなんだよな。いいえって言ったらどうなんだろう、かぐやが。なんで？伝統守るため伝統破壊せよ。
金を取ろうとしたら、なんだこれ。そこで問題が起きちゃったってことか。ドーピングやん。未知か。
ここが残る。誰？誰なの？お？なるほど。
お？これはいいでしょ。え？お。私が先頭に立とう。次へ参ります。場所を変えましょう。はっ、やっ、回収一色。消
あとは任せようかな。どうやら大だ。抜本特限。勝利や。そなた。さらばだ。しばし受けた恩。抜本特限。そなた。場所を変えましょう。お別れだ。どうだ。答え。場所を変えましょう。そなた。お別れだ。くらえ。移動し。や。やってみ。もうちょっと。我が友には敬意。裏切り者には銃弾。取れた。ハロー。ようこそ先生。まもなく月英祭が開催されます。行きましょう。第9話。さえ戦う。私が先頭に立とう。次へ参ります。場所を変えましょう。場所を変えましょう。そうだな。抜本特限。勝負はここからです。やっと。くらえ。勝負はここから。あとは任せようかな。いや。あとは任せようかな。動かぬ者に。やってみましょう。くらえ。勝負は後から任せようかな。移動する。雨が降りそうだな。はっ。 OK です。いい汗をかきました。お、パサパサやな。
こう。ようこそ先生、まもなく月英祭。さあ、いよいよ対決か。デスメ負けてる。誰？同じことをやってるのか。
時間だ。サノさんか。あとは任せようかな。くらえ。あの、ここからだ。さあ、それでは僕様の傑作を試してみようか。やってみよう。なんだ？はい、ヒットポイント減ってるよ。爆発特技！広がれ！あとは任せよう。どうだ？このからだ。あ、カイのヒットポイントはあとわずか。やってみ。倒した。我が友には敬愛を。裏切り者には。怪異現象。え？さあ、ロリ最強？肩こりが。徳は最強。ビジュアルのキャみたいに欲しい。あ、そうだな。ご堪能ください。小木崎好きやけどな。指定ピローグ、
うん？お、ペストロイカ、グラスオスチ、
お、かんだな。さあ、クエスト。前出過ぎてる。ありがとうございます。残り5発。頑張ります。必殺呼吸品を受け取ってください。ポーズ。逃がしませんよ。私の怒りの弾丸をくらえ。ライフだけは気をつけて。OK。勝ちました。景品はあるよ。行き先に悩んだ時にはわらわに申し付けよ。すぐに人を手配しよう。重装甲だから貫通だな。次必要なのは貫通軍団はどこだ？これか、貫通軍団。行きましょう。早いかも。早かったな。仕掛けるのがオートの弱点だよな。
仙外郷へよくぞ参った先生。日々新たにな、そなたがやり遂げたのだから、うん、遠慮せず持って、行き先に悩んだ時にはわらわに申し付け。相性は剣装備、剣装備だから、爆弾、爆発軍団参上。あんまり無駄なとかも。いけ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 。ありがとう。オッケー。はい。次行きましょう。トリニティの砲撃術は優秀です。じゃあ花火を始めようかな。こっちか。こんなのだとびっくりさせてあげるからね。自慢のお料理です。行く。応援の効果があったのでしょうか。仙外郷へよくぞ参った先生。さらに月影祭を心よく。装備引き続き同じ装備でいきます。あれ、とりあえずは、え、なんで、よし。いやいや、ちょっと待って、まだ確か戻ると思うんで。いやようこそ先生。まもなく月影祭が開催されます。こっちだよ。とりあえず楽しく行ってみよう。覚悟してね。華麗に参ります。もったいない。休憩はまだ先みたいですね。トリニティの砲撃術は優秀ですから。いやー、もったいない。なんですかこれ。ごめんなさい。ガンガン撃っちゃって。いいです。来てくださってありがとうございます。仙外郷が誇る月影祭をご堪能ください。中走行だから貫通だな。勝つ軍団、私が前に立つね。前進前進。これでとどめだ。
行き先に悩んだ時にはわらわに申し付けよ。まだ行くか。すぐに人を手配しよう。重装甲は貫通だから引き続き貫通軍団の続投です。行き先に悩んだ時にはわらわに申し付ける。日々新たにしてそなたは誠実じゃな。やはりできることなら仙外郷へよくぞ参った。先生、うん、月影いらん。ありがとうございます。そういうこと。ありがとうございます。遠慮しないでいいよ。私に合うというトリニティの攻撃術は優秀ですから。説明しましょう。ポップコーンみたい。びっくりさせてあげるからね。火力支援は華麗に参ります。ありがとう。どうなってんな。しました。皆さんお疲れ様でした。ちょっと時間かかるようになってきた。さすがに探しなんてあるんだ。今はそうさな、補充のと言うべきかな。何もない。やばいな。じゃあこっちで新しきなんだこれ。良いことじゃ。そうじゃろ。あ、同時に開けることはできるのか。いや、まあ一個開けよう。じゃあこれだけやな。おお、興味深いな。わらわにも味見させてくれるかい？いいね。なんかある。月影祭の名物といえばおやつじゃ。先生は甘いものは好きかい？わらわはそこそこじゃな。何もないか。これも何もない。何もない。運が悪すぎる。新しきは知るの良いことじゃ。
興味深いな。わらわにも味見させてくれるかい？こういうことか、三つなんだ。先生は甘いものは好きかい？わらわはそこそこじゃな。ここはもう何もないの分かってるから。月英祭の名物といえばおやつじゃ。さあ、こういうことか。一緒に探してみようかな。興味深いな。わらわにも味見させてくれるかい？何もない、何もないかな。あ、ここ何もないんやったらもう絶望的だな。一個だけってあるの？新しきを知るのは良いことじゃ。そうじゃろ。先生は甘いものは好きかい？どん。わらわはそこそこじゃな。ダメだ。え、なんか見つけた。これ4つだな。さあ、一緒に探してみようかな。あ、4つじゃないってことは財か不足しますってやってる。ここまでか。まあ、ナイフがないからな。準備はできていますので、何でもお申し付けください。一回だけガチャやるか。やっぱり彼女が欲しいよね、キサキが。令嬢で、さやか。やっぱりキサキなんだよな。プロフィール見てみましょう。いいよな、やっぱり17歳か。病弱か。病弱要素もある。一方、カンフー少女、レイジョ。169センチ。その話しんか。幼女版その話欲しい人は多いだろうな。さっきよ。あー、ダメだね。彫刻もなし。最低保証。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。お疲れ様です、先生。お待ち。カフェになんか空いてる。さすがに
夜をすると少し疲れる、ね、でも全然使ってないな近況。だけか。準備はできていますので、何でもお申し付けください。もう一個回復した。ようこそ、先生。やってみるか。まもなく月餌祭が開催されます。相性は軽装備だから、いけそうだな。9秒ようこそ先生、まもなく月餌祭が開催されます。重装甲と軽装備が一つだけあるのか。貝は軽装備じゃないと倒せないから。お疲れ様です先生、お待ちしていました。行き先にない日課、そなたがやり遂げたのだから遠慮せず持っていくのよい。ようこそ、そなたのためにお楽しみを用意した。一マスだけはオープンできる。ジョンゴ、食べ過ぎには注意じゃぞ。行き先に悩んだ時にはわらわに申し付け。ショップもあるんだ。店番は得意な方です。なるほどね。さて、もう2000で買えるやつは玉座が買えるんだ。あとは栄養剤とかあるんだ。固定の刺繍とか。あ、ここはギリギリまで待って買ってもいいと思いますね。キジンツバキ。ダンベルセット、なんだこれ。あとは見りゃわかる通りか。クレジットは買っといた方がいいよな。まあ全然待っても構わない。一番コスパがいいのはこのクレジットポイントのこれだから、はい、私のおすすめの品ですね。2回しか買えないから待とう。ようこそ先生、まもなく月餌祭が開催されます。お疲れ様です先生、お待ち。はい、ということで、準備はできていますので何でもお申し付けください。とりあえずあのイベントのクエストは終わったんで、次こそ桃投稿やればなぁと思います。ぜひご期待ください、よろしければチャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。旧 TwitterX のフォローもぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。